エレミア書、二十章。さて、主の宮の司、また監督者であるイメルの子、祭司パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは、予言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある、神のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。翌日になって、パシュフルがエレミアを足かすから解いたとき、エレミアは彼に言った。 主はあなたの名をパシュフルではなく恐怖が取り囲んでいると呼ばれる。まことに主はこう言われる。見よ、私はあなたをあなた自身とあなたの愛するすべてのものにとって恐怖とする。彼らはあなたが見ている前で敵の剣に倒れる。また私はユダの人すべてをバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンへ引いていき剣で撃ち殺す。 また、私はこの都のすべての富と、すべてのロークの実と、すべての宝を渡し、ユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い、略奪してバビロンへ運ぶ。パシュフルよ、あなたとあなたの家に住むすべての者は、囚われの実となってバビロンに行き、そこで死んで、そこに葬られる。あなたも、 あなたが偽って予言を語り聞かせた、あなたの愛するすべての者たちも。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私を掴み、思いのままにされました。私は一日中笑い者となり、皆が私をあざけります。私は語るたびに大声を出して、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。 主の言葉が一日中私へのあざけりのもととなり、笑い草となるのです。私が主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません。もうできません。私が多くの人の囁きを聞いたからです。 恐怖が取り囲んでいると告げよ。我々も彼に告げたいのだと。私の親しい者も皆、私がつまずくのを待ち構えています。多分彼は惑わされるから、我々は彼に勝って復讐できるだろうと。しかし、主は私と共にいて、荒々しい勇士のようです。ですから、私は迫害する者たちはつまずき、勝つことができません。 彼らは成功しないので、大いに恥をかき、忘れられることのない永久の恥となります。正しいものを試し、思いと心を見る万軍の主よ。あなたが彼らに復讐するのを私に見させてください。私の訴えをあなたに打ち明けたのですから。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の,の命を、 悪を行う者どもの手から救い出されたからだ。私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。呪われよ。私の父に男の子が生まれたと知らせて大いに喜ばせた人は、その人は主が憐れみもなく打ち倒すちまちのようになれ、朝には彼に悲鳴を聞かせ、真昼には 時の声を聞かせよ。彼は私が体内にいる時に私を殺さず、母を私の墓とせず、その体を永久に身ごもったままにしなかったからだ。なぜ私はロークと悲しみに会うために体を出たのか私の一生は恥のうちに終わるのか